滝沢秀明氏戸辺の怖いジャニーズ化が止まらない4つの理由。印象操作反論の恐怖、露骨遺跡で入れ替わり。ジャニーズ事務所創業者のジャニー北川氏、去年87の加害問題を認めたことで、所属タレントとの広告契約を見直す企業が続出。テレビ各局もタレントの新規起用に慎重な姿勢を見せている。 10月2日14時から行われる2度目の会見で、どこまでの改善を示せるかが、今後の大きな鍵を握るだろう。一方で存在感を放っているのが、滝沢秀明氏、41、が立ち上げたエンターテインメント会社、飛べだ。同社には、元 V6 の三宅県、44、元キングプリンスの平野章、26、と神宮寺優太。 25、元 IMPA シートルズこと IMP。元ジャニーズ JR の大東りつき、18部が合流。9月17日には、元キスマイ FT2 の北山博光、38、が合流を発表したばかり。9月末をもって、ジャニーズ事務所を退所する元金プリの岸優太27、も合流すると見られている。 ですが、ここに来て滝沢さんにも逆風が吹いていますよね。彼にも、ジャニー氏の件についての説明責任があるのではないかという声が相次いで上がっています。藤島ジュリー恵子氏、57、東山則りさん、57に説明責任があるなら、昨年10月に対処するまで、ジャニーズアイランド社長、及びジャニーズ事務所副社長だった滝沢さんにも、 同時用に説明責任があるでしょうからね。ワイドショー関係者。